はい、NHK をぶっ壊すということで、令和5年2023年11月2日13時10分であります。今日はですね、とても私にとっても皆さんにとっても嬉しい報告でございます。来年の東京都知事選挙にですね、なんと100名立候補者を出そうという話前々からしてたんですけども、まあ、チューナーレステレビ党という政治団体を立ち上げる、まあ、もちろんこれね、大津彩花との裁判で、来年東京都知事選挙6月に予定していますけども、まあ、6月までに代表権取り返すことができていれば、国政政党の名前をチューナーレステレビ党に変えてですね、臨もうと思ってます。そしてポイントはここです。ビッグスポンサーね。まあ、これまで僕は大金持ちの人と直接、まあ、支援してもらうということを意図的に避けてました。今まで、ですね、もちろん最高に貸していただいている方4000万円、ひろいさんがね、さらに4000万円から1600万貸していただいているんですけども、積極的に億単位のお金を借りることをしていなかったんですが、今回いろいろとこう代表権問題があってですね、まあ、億単位のお金を借りようということで、まあ、スポンサーの方と先ほどまで、お話をしておりました。まあ、この方はちょっとまだ今相手方のご家族とかもあるので、公にはいたしません。ちょっと向こうのゴーサインがあったところで、公にしますが、先週もね、金曜日かな、先週金曜日ですね、金曜日にも、私とこのビッグスポンサーの方と浦岡弁護士とで、チューナーレステレビをね、取り寄せてくれている渡辺薫さんですね、と4人で、夜中華料理を食べに行ってですね、話を進めてたところなんですけども、まあ、実際この100人立候補するには3億円の原資が必要なんですが、まあ、この3億円をですね、出していただけるという方向性で、まだ最終的に決定してるわけではないんですが、まあ、その方向で動いているということで、で今日ですね、まあ、そのビッグスポンサーの方と契約をしました。ちょっとね、お金を借りました。2000万円。今日付けでこのようにちゃんと就任します。これカラーコピーですけども、2000万円お金を借りておりまして、就任誌もこのように貼っております。本日、ね、来年の1年間で、ね、年利 5% でですね、2000万円お借りしております。で、立花隆、一人放送局株式会社でお金をお借りしているということになります。ね、で、まあ、これはですね、このチューナーレステレビの支払い期限がですね、実は10月末で、ちょっと超えてしまってるんですが、まあ、その、まあ、今900台ぐらい、2000台、1000台と1000台買って、900台ぐらい売れ残ってるんですけども、まあ、売れ残ってるって言っても、まあ、こんなのはこれから一気に売れると僕は確信しているので、まあ、この900台をですね、代金をちょっとお支払いするのに2000万円ほどちょっとお借りをしました。でもこうやってお金をこの僕に対してすぐね2000万円貸していただける方がいるっていうこと、そしてこのスポンサーの方がですね、来年の東京都知事選挙、もちろん再来年の参議院選挙の話もさせていただいています。でこのスポンサーの方がですね、2年後の参議院選挙でですね、当選できるようにサポートしていくというところまでお話をしています。もちろんね、2年後の参議院選挙は浜田聡君も改選を迎えますので、なんとかこの浜田君とこのビッグスポンサーの2議席を取れるように、これから動いていくと。で、まあ、どういう形になるか、この東京都知事選挙100人出るっていうのをちょっと想像してみてもらいたいんですが、なんと100人がチューナーレステレビを買って NHK をぶっ壊すって、これは全員にやってもらう予定です。NHK のスタジオで、収録になります。これは持ち込みはできません。持ち込みビデオできませんので、東京都知事選挙の政見放送っていうのは、30秒が経歴で、5分30秒が政見放送となります。5分30秒喋れると。で、30秒は、こう言えるわけですね。チューナーレステレビ党、東京都都知事選挙、チューナーレステレビ党、山田太郎、で、うんぬんかんで、まあ、経歴が流れて、その後ですね、NHK をぶっ壊すってやってですね、チューナーレステレビを買って NHK をぶっ壊すっていう人が出てくるわけですね。で、これがなんと100人出てきます。
東京都知事選挙は前回多分30人ぐらい立候補してると思うんです。20人か30人ぐらい立候補してると思うんですけど、まあ、前回は堀江門新党で3人ですね。服部というね、僕のことを今悪口言ってる服部と、同じく、それと誰が出たんだ、僕が出たんですね。僕が出て、あと斉藤健一と参議院議員が出ましたけども、前回3人だったところ、今回100人出ます。でですね、まあ、政見放送がですね、1人民放と NHK で言うと3本あるんですよね。かける100人。なんと政見放送がテレビで300本流れるということですね。6分間。チューナーレステレビを買って NHK をぶっ壊すっていう人が、なんと300回も流れる。それも NHK の、ね、番組、放送で流れていきます。で、ポスター掲示板どうなるかって言ったら、今まではこれぐらいのサイズで30人だったわけですよね。こんな感じで30人ぐらいいけるように、こういう感じですよね。これが130人とかになるんで、これぐらいのサイズになるんですかね。こんな感じですかね。今までの少なくとも4倍ぐらいの大きさになってですね、その大半が、チューナーレステレビ塔の、ポスターになるっていうことですね。しかも、これ全部全国に、東京は多分3万箇所ぐらいあったと思うんですけども、いろんなものを貼ります。例えば堀江門の顔写真が100枚バーッと貼られたりとか、立花隆の顔写真が100枚バーッと貼られたりとか、OK が出れば光くんの顔写真がバーッと100枚貼られたりね、 DJ 社長とかレペゼン地球とかバーッと貼られる。面白くないですかこれ。選挙ジャックですよ完全に。選挙って盛り上げなきゃいけないんでしょ。選挙に行かない半分の人がいるわけですよね。その人たちが、ああ何これ面白いってなってもらうことが大事じゃないですか。で、何よりも NHK をぶっ壊すために僕は動いてるわけですから、テレビの台数を減らせばいいわけです。チューナーレステレビというのは NHK と契約しなくていいテレビですからね。もうテレビなんか見てたらダメです。チューナーレスで、いわゆるインターネット、 YouTube や Netflix ね、アベマプライム、そういうのを見るようにしていきましょう。 NHK と契約しなくていいテレビを買いましょうっていうね、まあこのチューナーレステレビの宣伝にもなるしというところでね、最高ですよねこれ。もちろんね、これ頭のいい人、このビッグスポンサーの人、まあ年を言っときますと、僕の一つ年下です。今年55歳の方です。おそらくお持ちの資産っていうのは1000億はないのかもしれません。知りませんが、どれぐらい、まあ、少なくとも数百億はお持ちの方ですね。で、公にできるようになった時には、ああなるほど、まあ、って思ってくれるのは分かると思いますけども、まあいろいろとありまして、今回ね、私と手を組むというかやらせていただくことになりました。その方向でね、まあ、事業から政治家になりたいっていう意向があるので、政治家になっていただくことで、お金を借りると。で、お金っていうのはどういう形になるか、このスポンサーの方、個人の方から党にお金を貸してもらいます。3億円借ります。で、その3億円を1人ね、1人300万円を100人に配ると、お高利料で配ると。まあこういう形でですね、党は個人からお金を借りることは全然自由にできますので、お金を借りて、高利料で出すということで100人候補者を出します。で、まあ、これでチューナーレステレビがすごく売れるでしょうし、これは別に僕の会社のチューナーレステレビが売れなくていいわけですよ。そのチューナーレステレビっていうのを買えば、まあ、みんなが買えばいいわけですから、要は、それは商売じゃないか、みたいなことを言う人がいるんですけども、これは間違いなくですね、電気自動車を買って、クリーンな、まあ、空気をきれいにしようとか、CO2 を減らそうっていいわけですよね。電気自動車を買うことを進めて、ガソリン車を減らすことは OK なんですね。だから日産ノートがあるかどうか知りませんけど、電気車、リーフか。日産リーフを買ってガソリン車を減らしましょうはダメなんですよね。CO2 を減らしましょうっていうのは、商品名が出てきちゃダメなんですけど、製品は OK ですから、電気自動車を普及することによって二酸化炭素を減らしましょうは OK で、チューナーレステレビっていうのはあくまでもこれは、商品名じゃなくて製品名なのでね、これは全然問題ないですよ。だって NHK と契約しなくていいテレビが発売されてますよ。その名はチューナーレステレビですよ。チューナーレステレビで検索してくださいって言えば、チューナーレステレビがいろんなメーカーが発売していますから、チューナーレステレビが売れるだけであって、これは別に商品の宣伝ではないわけですよね。
現にチューナーレシーブを買うことによって NHK との契約をしなくていいってなるわけです。この裁判実は昨日も NHK との裁判しておりまして、あまり皆さんに言ってなかったんですけど、まあ僕の自宅にはテレビが、チューナーレステレビになってですね、テレビをバーン壊してますよね。ハンマーでガーン壊したんですけど、昨日の裁判、僕が解約したいということを村岡弁護士経由で内容証明で送ったんですけど、 NHK は僕の自宅の解約を認めないと言ってきたんで、じゃあ裁判ですって今裁判してるんですが、その自宅の中に入ってきてとか NHK の求める解約の条件を満たさないと解約できないのか、いわゆる契約9条が優先するのか、消費者契約法第10条の必要以上に消費者に加重させていけないが優先するのかっていうことを今昨日した裁判で争っています。ただまあいずれにしてももうチューナー付きのテレビはどんどんこれから減っていきます、間違いなく。でこれを広めていくっていうことですね。で選挙ジャックもするわけですね。ポスター掲示板が今まで、ね、これぐらいの中で小池百合子さんとか東国原英夫さんとかこういるわけですよね。まあ自民党の人、公明党の人とかこう立候補してるわけですよ。公明党者立候補してないのかな、まあいろんな人が出てるじゃないですか。前回ではスーパークレイジックとか出てましたよね。でこれがもうずらーっとこうでかいポスター掲示板になってですね、でほとんどが大体、まあ、70% か 80% は中央アレステレビ党の候補者になる。政見放送も130人中100人は中央アレステレビの候補者が NHK の番組で喋るっていうことになってきます。で、今ね代表権争いしてますけども、まあ、このビッグスポンサーがですね現れたことによって、仮に昨日動画で説明しましたけども、まあ、来年の政党助成金 3.3 億大津が取ってこなかったとしてもですね、まあ、そこはちょっとビッグスポンサーにお願いをして、補填をしてもらってですね、一般の債権者にはご迷惑をおかけしないようにということまで今話は進めているところです。まあ、いずれにしてもですね、この代表権騒動も肩をつけないとですね、スポンサーの方にもこちらとしてはお願いすることができないということもある。もちろんね、代表権が返ってこなくても中南アレステレビ党というのは政治団体でもやっていきますので、この東京都知事選挙で中南アレステレビ党って候補者を100人出すっていうのはほぼ決定しました。で、それが国政政党になるのか政治団体になるのかの違いっていうことになりますけどね。で、このね企画ど、あとね、いろいろとあります。このポスター掲示板が3万枚とかあるんで、いわゆるこの掲示板が3万箇所とかに立つので、全部貼るつもりはありません。だから、ポスター貼りたいっていう人は連絡いただければ、例えば立川市の駅前のポスターはあなた貼っていいですよみたいな許可を出してですね、自由にポスター、まあ、貼りたい人は自分の写真とか自分の名前とか自分のやりたいこととかを書いていただいても構わないという参加型でやろうと思っています。もちろん立候補する100人については30歳以上しかダメなんですけども、候補者をですね、出たい人、テレビに出たい人、有名になれた人いっぱいいると思うので、応募してですね、皆さん集まっていただいて、その中から100人選ぼうと思っています。まあこれだけね、まあ、選挙ブーストってのかかりますから、選挙に出るだけで YouTube の再生とかガッと上がるので、まあ、立候補した人はいっぱいいると思います。もう、チューナーレステレビを購入して NHK をぶっ壊す。まあ、チューナーレステレビに買い替えて NHK をぶっ壊すっていうことにさえ賛同していただければ、まあ、その他のことについては、特段、どういう思考でもいいかなと思ってます。まあ、いずれにしても、このね、まずはお金がないと100人出せないわけですよね。で、ここについては、今、ビッグスポンサーが見つかりましたので、非常にね、もうありがたいことで、これで、まあ、いろいろとお金のことで、皆さんにですね、ご不安をおかけしていると思いますけども、まだもちろんそのビッグスポンサーの方とそこまで深くお会いしたのが多分今日で5回目ぐらいなんですけども、あれなんですが、まあ、ゆっくりゆっくり説明をしていってます。こういう形で、選挙を必ずというか、まあ、必ずっていうのは変ですけども、国会議員にしてみ、しまさせますと、僕の力で、僕の戦略で必ず国会議員になっていただきます、いただきますって話をしながら今話を進めているところでありますので、ね、楽しみに、まあ、もう早くね、このビッグスポンサーの招待というか本人にと一緒に YouTube 出たいとは思ってるんですが、まあね、まあ、本当
当にありがたいことですよ。やっぱりお金よりも人脈とか信頼っていうのがすごく大事だと思います。で、まあ、これはこれとしてですね、今日ツイッターで宣言した通りですね、大津彩香の味方をしているですね、岩井っていう人物ね、あと藤倉っていう人物か、あと松本夏樹ですね、少なくともちょっとこの3人はですね、ちょっと今日中と僕は申し上げましたが、今日はちょっと、ね、縮小のゴルフにこれからナイターゴルフに行きますので今日中ではありませんが、まあ、連休明け連休中には書類を作ってですね、この3人をですねちゃんと訴えますので、やっぱりね悪い奴らは本当に叩き直さなきゃいかんと思ってます。で、僕は確かに芝生っていう言葉を使ってますけど、この芝生っていうのは別に僕のこれまでの言動を見たら分かる通り、その殴ったりとかするわけじゃありません。あくまでも裁判とか警察っていうのを使ってですね、相手方を法律の内側でとことん徹底的にやっつけると、場合によってはそのね、破産させるとか、そう、自己破産させるとかっていうのが脅迫じゃないかっていう人いるかもわかりませんが、そんなの全然脅迫じゃないですから、悪いことをしている、違法行為をしている人をちゃんと裁判所を使って違法であるっていうことを認定させて、相手側に損害賠償金を払わせるっていうことなんで、要は僕を相手に喧嘩を売るっていうことはそういうことですよ。これまで僕もちょっと大津さんの立場みたいなことをですね考えてやってきてましたけども、さすがにもう今一生懸命ね、松浦花子ちゃんなんかも真実を発信してくれてるわけですね。だから、大津彩香という人物がいかにもう本当にとんでもない悪人であるかと、その殺人予告のメールなんかもどうもなんか嘘、自作自演じゃないかって説も出ていますので、そこはね本当に徹底的にやっつけたいと思ってます。ちなみに、まあ、この適当に言う程度なんですけど、昨日私と村岡弁護士の方に殺害予告のメールが届いています。でこれは誰がやったかもちろんわからないので、昨日の夜直ちに、昨日の夜中の1時ぐらいかな、警察の方には被害のそのファックスを送ってですね、村岡弁護士の方が被害の相談をしております。もちろん警察の、まあ、いわゆるね立花隆をめった刺しにする、ナイフでめった刺しにするって書いてましたね、僕の住所まで書いてました。ただまあそれを誰がやったかっていうのをこれから警察に相談してですね、調べていただくということで、誰かが犬笛吹いたみたいなこと言うつもりは全くありません、そういう悪質な、まあ、いたずらだと思いますけども、具体的に11月の8日まで日付指定したかな、立花隆を僕の自宅でめった刺しにするという殺害予告が来ておりまして、もちろんそんなことで一時僕はひるみませんし、ちゃんと警察に僕は届けますので、大津彩香とは違うと、まあ、とにかくね、悪いやつはちゃんととことん徹底的に追及してですね、自己破産しても免責が効きませんので、とことん人生かけて弁済させるという意気込みで裁判で戦っていきます。で、今日の話はこうやってね、本当にビッグスポンサーと今日、まあ、少なくともこのようにですね、お金を借りると、こんなん偽造してもしゃあないわけでしょ、2枚の印紙まで貼ってるわけですから、ちゃんとですね、僕の会社がお金を借りられてるというようなところを皆さんにご覧いただくことによってですね、そういったね資金援助していただける方というかね、見つかったということで皆さん安心していただければと思います。以上です。NHK をぶっ壊す。